シュラマル。ねえねえ、水木さん、ちょっとお願いがあるんだけど。恵子さん、こんにちは。お願いって何？ほら、今度子供会のバザーがあるよね。私そこでハンドメイド書書を出すって言ったでしょ？ああ、恵子さん、お裁縫得意って言ってたもんね。そうなんだけど、全然間に合わなさそうなの。だから水木さんも一緒に作ってくれない？嫌だけど。え？なんで？私も私でやることがあるからね。それに半年前に言われていたことなのにまだできてないって、なんかすごくこだわってるとか。いや、布だけで作るシンプルなやつだよ。だから簡単ね。手伝ってくれるでしょ？じゃあ一日で終わるんじゃないの？シュシュって割とシンプルじゃん。お裁縫が得意な人ならすぐに作れるレベルだと思うけど。うんうん、そうだよね。水木さんならできるよね。だから協力してほしいんだ。いや、私も得意じゃないし、何より自分がやるって言ったことでしょ。ちゃんと自分でやりなよ。ひどい。私こんなに困ってるんだよ。じゃあそもそもなんで立候補したの？別に他の担当だってあるし、そっち選べばよかったじゃん。そんなこと言うの？とにかく自ら立候補したんだから自分でやりなって。ちょっとくらい手伝ってくれてもよくない？あのさ、恵子さんって専業主婦だよね。それで毎日寝転がってスマホアプリしてるとか言ってなかったっけ？そうなの。実は今イベント中でさ、それもあってなかなか時間が取れないっていうか。マジで最低すぎるでしょ。子供会の係は強制じゃないんだからさ、なおさら立候補しないでほしいわ。仕方ないじゃん。気が変わることだってあるんだからさ。なら会長さんと話し合えばいいんじゃないの？立候補したけどめんどくさいし、スマホアプリで遊びたいからできませんって。そんな言い方しなくてもいいでしょ。いや、恵子さんが言ってるのってこういうことだよね。いや、ほら、言い方があるっていうかさ。ああ、こういうのが一番面倒だわ。とにかく自分で作るか、作れないなら会長さんとかに相談して。てか、恵子さん、ミシン持ってるよね。普通のとハンディのと。あるよ。なら、シュシュ作りなんてすぐできるじゃん。裁縫苦手な人だったら仕方ないけど、得意だって言ってるんだからそのくらいやりなよ。はぁ、面倒だな。いや、あんたの方が面倒だよ。まあ、あさっては楽しいキャンプ旅行だし、なんとかやるか。キャンプ旅行？そう、水木さん主催のやつ。いや、恵子さんは誘ってないけど。はぁ？え、ちょっとどういうこと？いや、誘ってない。これだけなんだけど、むしろ何が理解できないの？だって、私もキャンプに行きたいって話したもん。キャンプ、私も行きたいな。チラッチラッとは言ってたね。でも誘ってないし、なんで誘われてもないのに行く気になってるの？もう本当にありえない。もうやだ。私の名前は水木。最近は介護の手伝いをしたり、ちょっとだけ在宅ワークもしている主婦です。子供会では、チラシのデザインとか印刷の担当なんだけど、こういうのに立候補したくせに、ちゃんとやらない人っているんだよね。この恵子さんはまさにその筆頭って感じ。誰かを巻き込んで手伝ってもらったくせに、全部自分でやりました、みたいな態度をするところも嫌いだね。ちなみにシュシュだけど、裁縫ができてミシンのある人なら簡単に作れるよ。恵子さんの担当は10個だから、1時間ちょっとくらいで作れると思う。ごちゃごちゃ言わないでとっととやれよって話だよね。しかもさ、この人呼んでもないキャンプ旅行にまでやってきたんだよ。ちょっとちょっと、水木さんたちどこに行っちゃったの？見失っちゃったんだけど。いや、呼んでないのになんで来たの？もう、私もキャンプ旅行に行きたいって言ったでしょ？初心者だから全部準備してくれるよね。あんた何様のつもり？え？あのさ、楽しい旅行にまで水差してくるようならはっきり言うけど、マジであんた何様のつもりなの？え？水木さん？あんたの SNS 見たよ。今日はキャンプ旅行頑張って準備しましたって投稿してるじゃん。自分で準備したんでしょ？じゃあ自分でやりなよ。え、いや、そういうことじゃないんだってば。ほら、みんなが準備してるでしょ？それ写真撮らせてほしいなーって。何様のつもりだって言いたいのはそういうところなんだよね。あんたさ、いつも人の手柄を取る癖があるよね。え？何のこと？結局シュシュも手先が器用な若いママさんに手伝ってもらったんでしょ？ビーズの細工とかレースとか綺麗についてたけど。私だって頑張ったじゃん。やったのはほとんど若いママさんだって聞いてたけど、本人もびっくりしてたよ。自分が全く関わらないで恵子さんが頑張ったことになってるって。何よ、あの子出しゃばりね。誰だって自分も頑張ったのに手柄全部奪われたら嫌な気持ちになるでしょ。個人的にほんとあんたみたいな人とは付き合いたくないね。ひどい。私たちには子供がいるんだよ。
そうだよ。だから表面上の付き合いだけで勘弁して、楽しいキャンプ旅行にあんたなんか参加してほしくないんだよ。私をのけものにするなんて。はいはいはい。もういいわよ、帰る。帰ると言ったものの、取れ高がなかったのでしょう。しばらく周りをうろうろしていましたが、結局帰っていきましたよ。その後はみんなで楽しいキャンプに。夜はバンガローとテントに分かれて宿泊したのですが、本当に楽しかったです。このご時世、庭でバーベキューや花火なんてできないでしょ。洗濯物に匂いがついちゃったり、騒音問題になることもあるからね。でも、キャンプ場なら気にせずに思いっきり楽しめるから、やっぱり来てよかったよ。子供たちも大喜び。そして、とある人が子供たちに星座の説明をしてくれたんだ。ちょっとどういうことよ。今度は何？今みんなで楽しくやってるんだけど。旦那と子供がいないのよ。そりゃそうだね。だって今ここにいるんだもん。はあ？え、どういうことよ。だって私はここにいるのよ。お子さんの意思だよ。ママじゃなく、パパと一緒にキャンプ旅行に参加したいってね。ご主人に相談したんだってさ。なんで？なんでって。いや、簡単な理由でしょう。あんたよりご主人の方がいいからに決まってるじゃん。え？だって私は母親なのよ。母親になったら、無条件で子供が愛してくれるとか思ってない？そりゃスマホばっかり見てる母親よりも、父親の方がいいでしょうよ。だって、スマホくらいみんな使ってるでしょ？ SNS だってアプリだってやってる。やってても節度を守ってやってるんだよ。あんたみたいにずっとスマホばっかり見てるわけじゃないし、SNS に投稿するために人の手柄を横取りもしないから。とにかく、夫と子供を返してちょうだい。本人たちの意思で一緒に旅行に来たんだからあんたは関係ないよ。関係ないことはないでしょうが、だって私は母親なのよ。前にお子さんがお友達を家に連れてきた時、事前にちゃんと伝えてあったのに追い返したんだって？そんなことあったっけ？ゲームのイベントが急に始まったから、子供がいるとうるさくて集中できないって言ってたらしいね。それもみんなの前で。あ、そういうのがあったから、母親とお友達を会わせたくないんだってさ。嘘でしょ？嘘ね。お子さんは、母親の嘘が一番嫌みたいだけど、他のママさんが作ったものを自分のものだって言ったり、ケーキ屋さんで買ってきたケーキも手作り発言して、それでキャンプも私が準備しましたって写真載せるつもりだったんでしょ？もしかして旦那にもバレてるの？バレてるでしょ、当然。やば！てか旦那は？返事がないの？今外で子供たちに星座の説明してくれてるよ。お子さんも詳しいんだね。星座？え？うちの旦那と子供そんなの詳しいの？私、何も知らない。あんたが見てないだけだと思うよ。あんたがゲームで遊んでる間に親子で天体観測を楽しんでたりするらしいから。誘われてない。誘われてもどうせゲームと SNS でしょ。あのさ、あんたスマホ中毒だよ。一日中スマホ見てるでしょ。そんなの今時珍しくないもん。みんなやってる。珍しくない。そうやって適当にやってきた結果こうなったんじゃないの？ねえ水木さん、やっぱり私も今から参加するわ。車で飛ばしていくから。キャンプ場の入り口は閉まってるし、みんなお断りだよ。いいじゃん。あんたはずっとスマホでも見てなよ。そんな。その後の恵子さんだけど、手柄の横取りがみんなにバレた。恥ずかしい。と、引きこもり状態になったよ。前からスマホばっかり見てて、人の手柄を横取りする人ってちょっと有名だったんだよね。だから今更何言ってんだって感じだけどさ、今は離婚の話し合いも進んでいるみたい。あんなにハマってたゲームや SNS もやめるほど落ち込んでいるらしいよ。恵子さんほどじゃなくても、何かと人の手柄を横取りする人っているよね。こっちに不利益がなかったとしても、私はやっぱり嫌だな。だって、その人のために頑張ったわけじゃないんだから。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。